賞金稼ぎとしての実績は何も残せていないまま、狙っていた賞金首はすべていなくなってしまったブリジット。このままでは生計を立てることができない。迷いつつも仲良くなったジェリーフィッシュ海賊団の招待を受け、遊びに向かう。うち、芸人になります。わあ、すごい。あ、いらっしゃい。びっくりしました。すごく大きい船なんですね。へへん、そうでしょう。ジョニーさん、今日は招待してくださってありがとうございます。ん？ああ、まあ、いいんじゃないの？友達だしね。まあ、しかしこれが男とはね。もったいない。ん？うちの顔に何かついてますか？いや、なんでも。ほら、ジョニーもゴロゴロしてないで。せっかくブリジットが来たんだよ。ジェリーフィッシュ流の歓迎会。ふえ？手加減なしだからね。ごめんね。あれがうちの流儀なんだ。いつからそんな流儀ができたんだ？深いです。勉強になります。ところで、ブリジットはこれからも賞金稼ぎを続けるの？それが、迷ってるんです。賞金稼ぎもいいけど、芸人の道もいいなって。芸人？いいな、楽しそう。そうですか？でも、一人じゃ不安なんです。仲間がいればな。仲間か。口みたいになっちゃいました。今日はおいとましますね。やっぱり仲間にするなら楽器ができる人がいいな。芸に音楽はつきものですもんね。となると。そこのお兄さん。この辺で赤い学士のお姉さんを見ませんでしたか？知るか？む、
何か隠してますね。ああ、そういうのは良くないです。うちが勝ったらちゃんと喋ってくださいね。うぜえ。すごいトリックをお見せしますよ。行きますよ。勘違いしただけなのに、あんなに怒らなくても。あ、わあ、人が倒れてる。あ、夢か。恐ろしい夢だった。あ、気づきましたね。あれ、何、何があったの？よくわかんないですけど、お兄さんそこに倒れてたんですよ。心配だから解放してました。あ、そう。ありがとう。ところで、お兄さん、キシャーとか、キニャーとか、すごい芸ですね。何？記者？よかったらなんですけど、うちの芸人仲間になってくれませんか？全然意味が…みかぐ…あたしに構わないで！わあ、やる気満々ですね。でも、うちの芸も負けてないですよ。すごいトリックをお見せしますよ。 Heaven or Hell! Final! Let's rock! いきますよ。逃げちゃった。あれが憑依芸ってやつか。なかなかいないもんだな、芸人になりたい人って。あ、こんなところでお散歩かい？のんきなもんだな。あ、ジャパニーズのお姉さん、お元気ですか？まあな。
あ、そうだ。赤い学士のお姉さんの行方、知りませんか？あ？探してるんですけど、見つからなくて。なんでてめえが追ってやがる？それが…返答次第じゃ、ただで返せねえ。ひょっとして、お姉さんも学士さんを追ってるんですか？だったら負けられませんよ。あの人は、うちが仲間にするんです。あ？Heaven or hell? Final! Let's rock! イカというものを捨て。学士のお姉さんは人気者なんだな。おい、ちびっこ。む、うちはちびっこじゃないです。なあ、わりわり。ところで、姉さんから聞いたんだが、お前、イノを追ってるんだって？イノ？赤い学士だよ。名前も知らずに追ってたのか？はあ。悪いことは言わねえ。イノは追うな。そいつは俺の仕事でね。お兄さんもあの人を狙ってるんですね。うちも譲れないですよ。やれやれ。こういうタイプが一番面倒だな。何発俺に当たるかな。うちが勝ったらおしりくださいね。 Heaven or Hell! 最後だぜ。ロック！ルーティー！あくまでと通通りですか？おしりの通通り。悪い人なんですか、あのお姉さん。そうさ、だからやめときな。間違ってもお前の仲間になんかなっちゃくれねえよ。だったらお兄さんどうですか？は？その扇、絶対いけますよ。踊りも踊れるし。パスだパス。俺はそういうの興味ねえの。残念です。
チェップにでも行ってみたら。あそこは人も多いし、芸人くらいいるだろう。チェップか。そういえば、ポチョムキンさんが講師に招いてくれるって言ってたっけ。ま、頑張りなよ。それじゃな。あ、忍者のお兄さん、こんにちは。一応こいつに聞いてみるか。あのよ、チェップの大統領について何か知ってるか。チェップですか？うち難しいことはよくわからないですけど。今からチェップに講師として出向くので聞いてみましょうか。講師？こいつ実は大物か？頼みがあるんだけど、よ。はい？チェップの大統領になるのに協力してくれよ。ほえ？頼む！礼なら何でもする！はあ。でも、大統領だったら芸を磨けばなれますよ。何？芸がうまくいったら、お客さんが、よ、大統領って叫んでくれますから。ああ。そうだ。今から、うちと練習しましょうか？なんか違う気がするな。芸の道は、一日にしてならず、ですよ。やっと見つけた。ん？ポチョムキンさん、お言葉に甘えて来ちゃいました。はて、何のことかな。忘れちゃったんですか？うちを講師として招待してくれる、そういう約束ですよ。そうだったな。仕方ない。己が言葉の責任は取らねばな。英士を集めてこよう。皆の前でその技を披露してやってくれ。はい、うち頑張ります。すごいトリックをお見せしますよ。ルーズだ。Heaven or Hell! Final! Let's rock! これはどうだ？ポチョムキンさん、
ありがとう。皆も参考になっただろう。ところで、おひねり、じゃなくて、講師料って。ん？ああ、そうだな。これを持って財務課に行けば、報酬を払ってくれるだろう。わーい！ありがとうございます。また呼んでくださいね。よかった。これならどうにか一人でもやっていけるかな。ん？あ、中華のお姉さん、こんにちは。なんだ、子供か。子供に用はないね。ほえ、何の話ですか？でも、美形は美形ある。あなた、うちの店で働く気はないか？5年経ったら若い女がほっとかないよ。そしたらうちの店繁盛。うち芸人なので、店員さんとかは。だね、もう決めてある。お姉さんの言うこと聞くよろし。あわわ、なんか、目が怖いです。うちの店、男店員足りない。あなた、ボイヤールよろし。大人げないほど本気ですね。Heaven or Hell! Final! Let's rock! ですから、うちは…ダメね。これは決定よ。ただとは言わない。時給1030円です。そんなに、いいんですか？1時間で、ゼップの講師料より30円も多くもらえるのか。ほらほら、早く決めちゃある。一つだけ条件があるんですけど。ん？何あるか？はーい。これが犬の散歩ですよ。で、これが、ループだループ。で、次は、こら、ブリジット！お客さん待たせて何やってるあるか！あは、怒られちゃいました。また今度、うちの芸見てくださいね。まったく、お客に芸を見せてもいいとは言ったけど、ほどほどにしてもらわないと困るある。えへへ。すみません。ま、でもブリジットの芸はお客さんにも評判だからね。少しなら多めに見るよ。ありがとうございます。じゃあ、料理運びますね。はーい。ドラゴン餃子、お待たせでーす。悪い人なんですか？
あのお姉さん。そうさ、だからやめときな。間違ってもお前の仲間になんかなっちゃくれねえよ。でもやっぱり会ってみます。だってあのお姉さんも楽器を弾く人だし、うち芸人に悪い人はいないと思いたいんです。そうかい。それじゃあもういいや。せいぜい気をつけな。はい、ありがとうございました。あ、お兄さん。うん。お兄さん、ビリヤードが上手なんですよね。それが、どうかしたか。うちと組んで、芸人になりませんか？その技は、眠らせとくには惜しいです。よりによって。この私に芸人だと。ダメですか？お前、私がどういう人間か知っていて言っているのか？よくわからないですけど、とりあえず、うちの芸も見て判断してください。無垢とは。時に恐ろしいものだな。お茶の時間にしたいのだが。Heaven or Hell! Final! Let's rock! Counter!やっと見つけました。うん？あの、うちお姉さんと組んで芸人がしたいんです。それでわざわざ私を探して？はい。ダメですか？いいわよ、組んであげても。本当ですか？ええ、演目はてめえの陵辱賞だけどな。へえ。
んなガキに私が。あれ？消えちゃった。どういうトリックだったんだろう。あれに比べたら、うちの芸なんて。村に戻ろうかな。久しぶりに兄さんにも会いたいし。久しぶりだな、村に戻るのも。はあ、ブリジットちゃん、帰ってきたのかい。はい、おじさん、お久しぶりです。ところで、何か騒がしいけど、何かあったんですか？それが、お兄さんがいなくなってね。え、どうして？どうも、ブリジットちゃんを追いかけてったらしいんだ。でも、何日も連絡がなくてね。そんな、うちが探してきます。あと、ご両親のことなんだけど。あ、おい！お兄さん、うちがずっと帰らなかったから心配してくれたんだ。待っててね、うちが、僕が絶対に見つけてあげるから。もう寝てるなんて緊張感ないですよ。Heaven or Hell Final Rock。 行きますよ。危ないです。トリックです。今のなしで。You win！ いたたた、ひどい。そんなに嫌なら言ってくれたらいいのに。芸人の風上にも置けない人だったな。妙なポーズをよくする気味の悪い青年を見ませんでしたか？今さっき、急に襲われました。そうですか。早く追わないと大変なことになってしまいますね。待ってください。はい？おじさん、あの男の人のお師匠さんか何かですね。弟子の不始末は師匠の責任。ちゃんと落とし前つけてください。楽しんでくださいね。Heaven or Hell! Final! Let's rock! 動けないでくださいね。
ませんね。 You win! まったく、礼儀正しくが芸人の初歩なのに。それにしても、見つからないな、赤い学士のお姉さん。他に探した方がいいのかな。他に仲間を探すなら。やっぱり、綺麗なお姉さん、かな。いい人がいたらいいんだけど。あれ？あ、すみません。この辺で赤い学士のお姉さんを見ませんでしたか？知らない。他の人を当たってくれる？そうですか。どこにいるんだろう。殺せ、殺せ。いけない、逃げて。え？やっぱり帰っていいですか？Heaven or hell? Final! Let's rock! トリックです。今のなしで。You win! あの、大丈夫。私に近寄らないで。行っちゃった。何だったんだろう。何か、悲しそうな目だったな。やっと見つけました。うん？あの、うち、お姉さんと組んで、
芸人がしたいんです。それでわざわざ私を探して？はい。ダメですか？いいわよ、組んであげても。本当ですか？ええ、演目はてめえの陵辱賞だけどな。こんなガキに私が。あれ？消えちゃった。どういうトリックだったんだろう。あれに比べたら、うちの芸なんて。村に戻ろうかな。久しぶりに兄さんにも会いたいし。久しぶりだな、村に戻るのも。はあ、ブリジットちゃん、帰ってきたのかい。はい、おじさん、お久しぶりです。ところで、何か騒がしいけど、何かあったんですか？それが、お兄さんがいなくなってね。どうして？どうもブリジットちゃんを追いかけてったらしいんだ。でも何日も連絡がなくてね。そんな、うち。あとご両親のことなんだけど。あ、おい！お兄さん、うちがずっと帰らなかったから、心配してくれたんだ。待っててね、うちが、僕が、絶対に見つけてあげるから。びっくりした。それにしても見つからないな、赤い学士のお姉さん。他に探した方がいいのかな。他に仲間を探すなら、やっぱりかっこいいお兄さんかな。いい人がいたらいいんだけど。お兄さん。うん。お兄さん、ビリヤードが上手なんですよね。それが、どうかしたか？うちと組んで、芸人になりませんか？その技は、眠らせとくには惜しいです。よりによって。この私に芸人だと。ダメですか？お前、
私がどういう人間か知っていて言っているのか？よくわからないですけど、とりあえずうちのゲームを見て判断してください。無垢とは時に恐ろしいものだな。